アシュランスメン、サオでございます。はい、本日はですね、長野に電車旅ということで、今回動画になりますね。昼間からね、酒飲みながらみんなで行く電車旅、久々ですよ本当に。で、今回はまあ音楽仲間、昔の音楽仲間の4人で、友達で、でやはりこれをねやらざるを得ないと、新幹線で酒で。長野なんですけど、もうめちゃくちゃ新幹線でね、もう着いて早いんですよ。もう本当にあっという間って感じですね。もうそして、あの長野駅からまたね、その目的地の場所までがちょっとローカルなんで、さらに乗り換えという、ソールドアウト、はい、でちょうどボックス席がソールドアウトという先着ケース今日はこっちっていうことで、いやでも本当単線ののどかなね、電車旅、もうこれもう最高でしたね。でこの黒姫駅というねとこからさらにタクシー乗って目的の野尻湖に行きます。で今回はね、旅のフィルムを撮りながら、それも映しながらね、動画が進行していくって形ですね。はい、これ集合系行きたいですね。ちょっとなんかタイマーセット系で、でもう近くに湖があって、雪解けの時はすごい水かさが増してね、サウナした後にそこに飛び込めれるという感じですね。でいよいよチェックインをして、まあ、お部屋の方に行くという。もうこういう男4人旅でね、こんな感じの旅も、ゆっくりとした旅、もう本当になんか年取ったなって感じがしますね。うん、大丈夫です。あらら、いいんじゃないですか、うん、この部屋はすごい良かったですね、広くて。え、これで9,500円、マジか。サウナ付き9,500円、宿代だけはめちゃくちゃ安かったですね。いや、いいね、安い。2段ベッドが4台置いてあって8人泊まります。一応もともとここはゲストハウスというね、ところなんで、ドミトリーっていうのもあるんですけど、こういう個別の部屋もあるという形で、なかなかいいお部屋ですね。でしっかりと鍵をかけて、ちょっとね、お散歩的な感じに行こうとしてますね。もう作りはね、なんか、やっぱり昔ながらのやつをリノベした感じはあって、なかなかいいですね。で中にはちゃんと自販機もあって、しっかりとしてます。あれやばい、ちょうど右手にあるのが、その今日入るサウナの建物があって、もうこの時からもう超ワクワクしてましたね。間違いないけ。でちょうど時間あるんでね、この辺散歩しながら湖ちょっとチェックしてね、ブラブラとしておりましたね。はい、めちゃくちゃ良かったですね、ここも。日本人だったらじゃ細見武。こっちサウナ敷地で、こっちは、まあ、今回の友達がもうみんなサウナ好きなんで、すごい、こういうサウナ RIP した、行った時のね T シャツとか買ってて、すごいですね本当に。で17時半から見るサウナですね、2時間の予約のサウナなんで、ね、2時間しっかりと楽しめる。この右手にある木の家がサウナになりますね。で左手にあるのが、川から引いた水風呂、もうネイチャーがすごいです、ね、で夜でちょっと暗いんですけど、ちょうどサウナ何発かやった後、まあ、外で休憩してる時ですね、こうやってライトを、ね、照らして、なんか風チルって感じです。もう完全宇宙と交信してましたね。でサウナ後の夕食なんてやばいっすよ、飛んじゃいますよ、意識が。楽しすぎて。どうすか、いい感じですか。いや、最高か。うますぎる。浸透率。アクエリアス。もうビールをアクエリアスという、ちょっと、
狂ってる感じもまたいいっすね。 でこういう料理、こちら全部ラムで、もう臭みが全くなくめちゃくちゃうまかったですね。これはもう地の野菜の焼き野菜っていう、もうほんと食事も全て美味しくて、もうサウナ後なんでも食欲のブレーキぶっ壊れても激しかったっすね。もうでね、あとはよくもう部屋でねしっぽりとねみんなでお酒飲むっていうね、この感じもやっぱ旅旅行のね感じがいいっすよね。このゆっくりな感じ初めて。あ、はい、でまあ大体僕もね12時ぐらいにはもう寝てって感じで、はい、次の日っすね。ちゃんと映像化。そう、今回その一人の友達がめちゃくちゃいびきがすごすぎて。ドゥーム兼ねようかな。ドゥーム。ああ、まぶた200トン。200トンだったな昨日は。で、その7時8時ですね。8時からのサウナがね、また朝からサウナが入る。これももちろん予約して、2回予約してるみたいですね。もうすごいですよ、本当サウナ。薪でやるんでね。もう匂いも感じて、すごいロウリュもできてね、セルフで。素晴らしいですね。そして自然も感じるという。それで、こういった入れ墨とかしててもね、全然問題なく入れるっていうのもまたいいですね。で、ここで水風呂でサウナ後にこうしっかり入る。このもう水がもう川から引いてきたもうあれでかけ流しですね。もう完全に流しそうめんスタイル。もうこれはたまんなかったですね本当に。で朝食なんですがピザトースト、まさかのそのサウナをしながら食べてるというね贅沢さ。もう優勝ですよ本当に。もう金メダル受賞中ですねこれが。いやキャンプした感じにもね見えたんでねこれで。サウナーとはちょっと休憩しながらコーヒータイムということで、すごいね。ちょうどねこのゲストハウスのラウンジでゆっくりとして、そしていよいよチェックアウトしてですね、はい、駅に向かうと。で2日目はもうすごい晴れててね、もう超気持ちよかったですね。超暑くて、でやっぱりね長野からここまでね650円ちょっと高いんですけど、まあ仕方ないですねそれは。で今度はもう席がガラガラでね、ちゃんとボックス席確保。この感じがねやっぱりまたいいですよね本当に。田園風景ボックス席から、うん、で長野についてせっかくなんで善光寺をねもう食べ歩きしながら迎えたいと思います。これは酒まんじゅうですね。美味しかったですね。はいどうも。これはどうも栗ソフトクリーム、うん、やばい、うん、やばい。あファーストコンタクトマロンちゃんしてる。マロンちゃん、うん、マロンちゃん感じたい人どうぞ。あマジですか、うん、いいっすよちょっと、うんちょっとチェックします。マロンチェックどうぞ。結構濃厚だよね。結構マロンだよ、うん、とても美味しかったですね、うんこれうん、結構ね駅から一応歩いて行ける距離に善光寺があって、うん、で結構街並み渋いですね。もう古い街なんで、はい、なかなか渋さっすねフィルムを。で僕はもうペロペロアイス食べながらねこう行って、そしたらまさかのね、もうこの両サイドにもあこれはひどいっすね。そう両サイドにもうね食べ物がいっぱいあって、どんだけ課金させるねもうたたずまいというか、あーダメだねこれは。そうダメなんですよ。でいよいよ善光寺ですね。本堂というんですか、はい、すごい良かったっすね。昔ながらのクラシックで
そして大きい、めちゃくちゃで、善光寺をいろいろ散策した後ね、こういった形で戻りながらもお昼ご飯。あーすごい。で、人も結構すごいですね、やっぱ多くて。で、これは、おやき、長野名物ですね、野沢菜おやきというのを食べて、美味しかったですね、これ。うん、ただ食いすぎるとマジで腹パンになるっすで、こちらはもう長野の有名なね、七味屋さんですよ。はい、OK です。これも七味を買ってタスク回収を完了したと。で、まあお昼ご飯ね、この長野そばが有名なんで、この十割そばのお蕎麦屋さんでランチをするという。ここも結構すごい、やっぱ 100% なんでね、そば粉つなぎがもうそば粉でしっかりそばの風味を感じましたね。美味しかった。 SJ はぶられてんじゃん。あ、OK 呼んでるよ。で、最後もう駅前でね、もうみんなで酒飲みながら新幹線の時間を待つっていう形で、もう長いようで短かったね、一泊二日のアラサー30歳ただの旅行でしたね。サウナ旅行最高でした。というわけで、ぜひ皆さんもね、ここ野尻湖サウナよかったらどうぞ。というわけで以上になります。ありがとうございました。